で、バックみたいなタイプ。これ足やけどね、バックみたいなタイプ。もうその、分析ってね、簡単に言ってんのかね。だから、ネット誹謗中傷とかネットストーカーでも、本当にパクみたいなタイプやね。まさにあれ。あんなんがすごく来てんの。まあ、一人で来てるから相手しやすいやろ。他のやつ寄ってけえへんやろ。なんでやんなと思うやろ。あんなん一人来たら、他にもわらわら来てたやろ。ツイッターとかそうやろ。インスタそうでもないね。単発が多いね。ただそれだけやけどな。ただパクが大物の、ほんま大物やねんやろなって分かった。だから、その、手下とかを混ざってきたら、ややこしいなと思う。まあ、目立てんし、パクが。っていうか、パク一人でやれっていう指令がどっかから出てるっていうふうに判断するのが実は正解やねん。今、スパイ学ってことな。で、まあ、それを置いとこうや。パクみたいなタイプが工作員であり、だから大抵のネット誹謗中傷、ストーカーって、大抵工作員ですよ。そんな、フリーの力の、のぶせりの力、フリーのストーカーっていうか、その、なんていうか、自然発生のストーカーだった時代っていうのは、もう終わったかな、一昔前かな。今、ネットストーカー、ネット誹謗中傷やってる人たちは、もう全員工作員だよ。な。だけど、一昔前の、その、自然発生のストーカーたちが採用されてるんじゃ、その工作員として。で、だから対象の方は一緒なんですよ。で、結局、やったらうちにダメ出しするけど、その言い方がめっちゃガンガンと女が嫌がる言い方するよ。それは得意やねん。それは喧嘩弱い男の特徴や。喧嘩強い男性は女にダメージを与えると絶対せえ。いい、ほんま、そやねん。喧嘩強い男性は男にダメージを与える言い方はする。なあ、そりゃそうやんけん。あったりなんやんか。女にダメージを与える言い方する男性は実は男との喧嘩にやったら弱い。めちゃくちゃ弱い。喧嘩勝ったことない奴らやねん、しかも。ほんまやで。うち喧嘩してきたから分かってんねんね、こういったこと。知識ちゃうで。経験やね。経験に基づく知識やけど、経験に基づかない知識も、経験に基づく知識もどっちも知識って言うけどな。全然違うってわかるやろ。まあ、それを言っといて。結局な。うちに対してパクが、あのあれ扇風機パクちゃうからな、パナソニックって、なんかあとシャープかな。その、めっちゃめっちゃ横暴に振る舞って、で、要するに、あれマウンティングって言われるやつ。まあ、人間はマウンティングせんやけどね。猿とかゴリラとか、犬とかマウンティングするやつ。下等動物の特徴やねマウンティングって。パクがあれ、必死でやったらあれマウンティングやねでもな、下等動物には申し訳ない。下等動物に申し訳がない。下等動物は、その、怯えてマウンティングはせんやねじゃあパクは、怯えて、必死でマウンティングしてんの。え、じゃあなんで、それはいなりじゃないんでしょって。じゃあ思うやろそういうふうに。下等動物を怯えてマウンティングするの絶対せんやねんから。じゃあパクが怯えて、ちょっとマウンティングしてんのやったらパクやんかと。動物ちゃうやんって思うやろ。動物が助けに来てんの。たぶん。パクおじさんかわいそうって言って。危ないときは僕が、パクおじさんの敵にマウンティングしてあげるねとか、そういう契約する場合があるの。あ、見に覚えあんねんよ、皆さん。ありがたい。まあ、それは、して、置いといて、結局、うちに対して有利になりたいから、ああ、そうなんかってみんな思うよ。まあ、若干悪いやろけど、言ってちゃうの。うちの仲間に対して、うちの友達に対して、非常に高い地位を要求してるの。それが、あのタイプの特徴やねん。ドハッとした。こういう見方するものですよ、大人は。これできんかったら大人じゃないのよね、大人に見えてもね。こんな風にならなあかんねん、実は大人って。ハードル高い？高いかな。知識としては分かった？覚えれた？覚えても知らないやろ？で、実際パクみたいなタイプ出てきたとき、それって分かる？分からん？分かっても、うちがしてるのは対処、テキパキテキパキってできる？テキパキ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 ってできる？できへんやろ？
それから、この前のできるよ。慣れてきた、たっ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 てできるよ。何それって言われた。いや、防いでるんですよ、なんか。あ、土下座って笑うてんで。って。な、知識だけじゃどうしようもないやろ。ここに何を貼ってるか。貼ってへんやんか。貼ってないやん、言えるよね。どうなんだろうね。何も書いてないよ。何も念じてないよ。何か文字書いて、どうしようかね。してへんよ。なんでやろね。なんで霊界の何かが書いてあるように見えるやんね。おいって言ってもね。おいって書いてもいないし。まっすぐ書いてあっても、ここにおいって書いてあるだけ。怖い、そんなもの。でも、実はね、うちがおいって言うときは、何を想像する、何を予想してしまう。おいのとうち、なんか言うとき、どんなこと言う、うちと長付き合いっていうか、ネットで長付き合いの人は、わかるかな、わからないかな。おい、何をしているかと思う。おい、こらかと思う。おい、お前かと思う。ちゃうな。おい、大丈夫か、これやねん。実はうち、ネットではあんまり言ってんか、外ではそれやん。ほんまに。例えばなんか、うちがなんか、ストーリーでやってると、しようや、演奏してると、なんかそっちの酔っ払いが急に、うわぁ酔っ払いじゃないと思うけど、本当は。やってると、うちの歌聞いて、うわぁ急に始めたら、ほんまにそんなシーンがあんねん。うちが歌ってたら、みんな、うぅってなるよな。ていうか、あーって、通り過ぎてくる。その時に遠くから、おい、大丈夫か言わへんけど。その後、そいつが、うちの近づいてくる。みんな、その、ファンタジーロールプレイングゲーム、プレイした時のこと思い出したでしょ。こんな日常茶飯やん。うちの周辺だ、特に。近づいてきはんねん。うちの歌に対して、めちゃくちゃムカついてんのかもしれんやろ。歌詞とか。その歌詞を歌に乗せるときのその乗せ方とか、ハードを乗せたときに出てくるハードとか、ね。それに対して、めちゃくちゃ腹立ってるかもしれんやんか。ありうんねんね。なんねん、ほんとに。なんだかって、そういう経験あるから、ストリート経験長いから。ほんまにそのときに、喧嘩になりかけたことあんねん。やつが危ないねんだ、ほんとに。そこまで、ね、やっちゃったら危ないねんけどな。ずっとやってきましたよ。なんでて、ああ、こんな風になるやつおんねんなんて。これやばいの、まずいの。しっかりすると、しようと思って。よし、やるぞと思って。みんなちゃうのかな。ここはみんなと違うのかな、じゃあ。だから、ぐーって、でも、うちの前に近づいていくと、ちょっと表情緩んだりもする。ってことは、断末魔の叫びが、出ていってるんでしょ。その出ていくとき、しんどいから、なってんねん。もうなんか心臓病あるかもしれない、その人。おい、大丈夫かって言うともいいよな。大丈夫ですかって言うともいいよな。大丈夫って言ってもいいよな。うちは実は、あら、あら、大丈夫って言う。あらも言わないな。大丈夫って言う。肩貸してあげようかって言ったら、もちろんするよ。ギター持ってるけど、ウクレレとか持ってるけど。通り過ぎてくる。ちゃんと肉体持ってあんだよ。そんなシーンがやったら、うちの周りは日常茶飯や。パクもその類いでちゃうかな。だって、同じ雰囲気、同じ匂いするもん。うちそういったののベテランやねん、実は。だから、陰陽師っていう仕事を楽しくできてますよ。楽しくって言ったら、これやけど、まあ、怪獣とか霊界とかとの関係は、普通じゃないよ。普通ではない。普通じゃないけど、普通じゃない。これ、うち仕事やんか。あなた方も仕事あるんでしょ？うちの仕事じゃないだけやん、あなた方は。うちの仕事はあなた方の仕事じゃないだけやん。な？
羨ましがってもしゃあないろ、お互い。うちだって別に羨ましくないよ、パクの仕事なんか。パクもうちの仕事を羨ましいと思ってんの。もし思ってたらあかんねん。そんな風な思い方したらあかんねん、仕事に対して。自分をないがしろにしてしまうぞ。で、このパクみたいなタイプ。もう嫌やろ、パクみたいなタイプって言われるだけで、最初面白がってたかもしらんけどな。でも、そうやってさ、観察しながら相手してんだよ、もちろん。な？で、ちょっとここでこう改めようか。